新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今日はザッページ、新春インタビューということで、今日は南香織さんにお越しいただきました。はい、皆様明けましておめでとうございます。南香織でございます。ちょいちょいこのページにはですね、柳曽さんに甘えて登場させていただいております。はい、香織、はい、もしよければこっちにもよろしいでしょうか。明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。いや、そうですね、もう令和2年ですよ。そうですね、2020年が、はい、始まってしまいましたね。2020年、2020年です。今年もまたいろいろありますからね。まずオリンピックなる年ですから。あ、ほんまや、はい、これまた歴史に残る年なんですけど。そうなんでございます。その歴史に残る年にちょっと嬉しいお知らせがあるんです、はい、そうなんです、すいません、ご報告をさせていただこうと思いまして、私南香織ですね、2020年令和2年1月1日をもちまして、私のふるさと、奈良県大和郡山市の、観光大使に就任することになりました。ありがとうございます。正式名称がありまして、大和郡山っていうのは城下町なので、はい、元気城下町大使と書きまして、大和郡山大使と読ませる。これは郡山の梅田市長に考えていただいたんですが、まあ、何せよ地元を PR する大使になれたということで、いやすごいな、大きな夢が叶った2020年のスタートでございます。いや素晴らしい。いやもう嬉しくて嬉しくて。これは何日付でですか。はい、もうまさにこの2020年1月1日付ということに。そうですか、はい、なるんですね。すごいすごいすごい。でも前々から実はあまりそんな肩書きとか全然別に欲しい人ではなかったんですけど、うん、奈良が大好きで、自分の地元の。あ、ね、はい、で地元で奈良テレビもやらせていただいてるし、 あとラジオでね、暇さえあれば好きさえあれば奈良のこととか大和郡山のことぶっ込んでたんですよ。郡山ではねとか、奈良はこういうとこなんですよみたいな。したらこう、まあ、最初みんな微笑ましく聞いてくださってたんですけど、うん、だんだんもうまた香織ちゃんの奈良話が始まったっていうオーラも若干出つつ、これはどうしたらいいのかって考えた時に、地元の観光大使になるしかないなと思うようになったんですね。なるほどね。そう、だったら肩書きがあるから、またって言われても、え、観光大使ですから当然でしょ、何かって言えるじゃないですか。なるほど。そのためになりたいなとはずっと思って、でもそんな自分でなりたいって手挙げてなれるものじゃないでしょ。そうですよね。何かやっぱきっかけはあるんですか。そうなんです、断るごとにいろんな方に観光大使なりたいなとか、なれたらいいのになとかいう話をしてたら、うん、とある海流王子というお寺がですね、はい、奈良にはあるんですが、立派な、はい、そのお寺のご住職とお話をしてた時に、うん、そんな奈良のことをおっしゃるんだったら観光大使したらええねんって言われて、いやしたらええねんとおっしゃられましても自分でやりたいって手を挙げれるものじゃないしって話をしたら、その方がたまたま郡山の方とお知り合いで話をしてくださって、うん、でそこでそれが副市長に行き、うん、副市長から上田市長に行き、ある日電話がかかってき、カルちゃんになりますか、観光大使やらせていただきますっていうことで、昨年トントン拍子で12月半ばぐらいに話が決まったというそういう流れでございまして。すごいですね。やりたいことほんま言わなあかんなっていう話です ね、 ね、口に出して言ったからこうやって皆さんの耳に届いて、うん、お話が来たということなので。なるほど。確かに私一緒にラジオさ、ね、出させてもらってますけど、はいはい、私が出させてもらった時にも何回かありましたね、奈良の話をね。あ、そうでしょ。ありましたね。もう本当にこう好きさえあれば奈良の話をっていうね。昨日東海の記事出してたでしょう、ね。あ、そうですそうです、すぐご指摘いただいて、はい、あ、で僕より内容知ってるんですよね。いや、やっぱ地元ですからね。いや、そうですよね。奈良公園に来てもらった、あ、鹿さんに会いに行ってくれたんですねみたいなとか。そうだそうだ。そう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 。あ、そうなんや。やっぱりね、地元のことは地元の人が発信しないと、特にほら奈良だったら奈良県のことはねたくさん発信する人はいますけど、うん、奈良県の大和郡山のいいところってなかなかそんなみんな表立って言ってくださらないので、それはちょっと言う役目が欲しいな、私かなとか思いまして。あ、でもね、あんだけ言うてありますからね。もう最初から大使って、もう逆に今回大使就任なんですけど、はい、あまり驚かないですね。あ、本当ですか。っていうぐらいもう大使ですよね。いやいやいや、もう勝手に人しかいない、勝手に大使をやっていたので。でも過去にもね、観光大使の方もいらっしゃって、はいはい、歌手の方とかもいらっしゃったんで、結構その大使の立場としてイベントがある時にゲストとしていらっしゃる方が多かったんですけど、今回は私はちょっとそれとまた違うので、うん、ラジオとかテレビとかを持っているので、そのメディアで発信をしていくのが役目かなというふうに思っておりますね。あ、なるほど、はい、例えばラジオ大阪でもハッピープラスとかね。そうですそうです、ラジオ関西の青春なじみニアとか MBS の押尾幸太郎さんの押しても引いてもとか、あ、
まあ奈良テレビはね、もうほっといても奈良のことをやる番組なのでいいんですけど、ね、はい、ちょいちょいっと入れていけるようになりましたので、皆さんこれから乞うご期待でございます。ほう、で、早速ね、今日は正月ですから、はい、早速お聞きしますけど、大和郡山市、うん、まずええところちょっとPR してください。いやー、大和郡山はですね、なんといっても城下町でございますので、すごく空気がいいと言いますか、暖かい柔らかい、そのお城の持っている空気をいいところそのまま残してるんですね。で、道は広げるところは広げて、残すところは残してっていう、それがね、ええ塩梅な町っていう感じがします。一番私の好きなところは、で、大和郡山のお城は筒井純慶さんが建てたお城なんですけど、今はもう、天守閣はないんですが、そのお堀と、それからその天守台が残ってて、それがね、数年前に天守台、展望台になって、そこから大和平野をね、眺めることができるようになってるんですよ。そうなん、展望台できたんだ。できたんです、新しく。あそこは私も以前奈良のメディアにいたんで、はい、よく桜の時期とかに行った。そうですね、お城祭りですよね。あ、そうですよね、はい、あそこは桜の名所100選に選ばれている場所なので。あ、そうなんだ。そうなんですよ。何がいいってね、その桜をね、キラとかいっぱいあるんですけど、お堀のね、うん、内堀のところに水張ってあるでしょ、はい、そこにこうやってしだれ桜があるので、夜を見るとこう下に映る桜とね、ライトアップする桜とダブルで楽しめたりするので、なるほど、ね、いいんですね。お城が、とにかくお城跡が本当に美しい場所ですね、うんうん、やっぱり当時はね、大和朝廷といいますか、あの辺りで治めてたところなので、大和郡山って、あそこをね、登るとよくわかります。大和三山とか大和平野とか一望できるんですよ、郡山城のあそこの上のところから。まあ、お城ってのはそういう場所ですよね。そうそうそう、高いところにあるので、あ、治めてたんだな、やっぱりこの辺り一帯よっていう。あ、そうなんだ、うん。はい、でも子供の時から住んでるんでしたっけ。ね、私がまたこれがずっと住んでたわけではなくて、うん、大和郡山出身ではあるんですけども、はい、おばあちゃん家があったところなんですね。父の実家があるところで。そっかそっか。で、父は仕事の関係で転勤をしていたので、うん、あちこち転勤をしてて、断るごとにおばあちゃん家に遊びに行くのが大和郡山で、で15歳の時に引っ越してきて、15歳からはずっと住んでる感じです。そうでしたか。だから地元の学校には行ってないんですけど。あ、そうなんだ、はい。まあ、でもね、あれ、なんか大和郡山でそういやご家族はなんか お家でねやってありましたよね。青さですね。青さ、私行かせていただきましたね。取材にありがとうございます。実家がお店にね、5年間だけソースカツの店になったことが、はい、ありましたよね。はい、ありました。あ、そっか。そうです、結構根付いてらっしゃるんですよね。いや、もうそうですね、大和郡山なんかやっぱり金魚は有名なんですけど、金魚以外にもね、やっぱり赤肌焼きが有名だったりとか、ね、赤肌焼きっていう昔から奈良に伝わってる焼き物です、はいはいはい、奈良絵を描いてる焼き物の、はいはい、蔵、窯元がいくつかあったりもしますしね。うん、だから観光ももちろんですけど、こう本当にプラプラと歩いてほしい街なんです。あ、なるほど、はい。パッと思いつくんですけど、例えばなんか、ね、3月 ひな祭りの時期もなんか涼しみでみたいなやってますね。大和のひな祭り、ひな祭り、はい。まあ、いろんなところでやっぱ音楽を奏でようっていうことで、ひな人形とか、すごい昔からのお家が多いんですよね。あ、そうなんだ。だから昔からあるお家のひな人形見てもらおうっていうイベントがあるんですけど、うん、でそれに絡めてあちこちで音楽を奏でようみたいなイベントも割と積極的にやってる。まで、ちゃんと観光大使してるじゃないですか。今私は喋りながら観光大使っぽいと思いました。そうですね、もうすでに観光大使できてますね。だからさっきも言いましたけど、はい、あんまり驚かないですよね、いい意味でね、うん、もうすでにやってはりますからね。で、いよいよそういう、はい、やっと名刺に肩書きが書けるようになりました。大きなことです。あ、ほんまや。そうです、今までは別にね、出身なだけだったんで。わざわざ勝手に観光大使って名刺に書く人もいないでしょうからね。そうでしょ、怒られるでしょ。市が作ってくれた名刺を配れるんです。あ、すごいじゃないですか。そうなんです、嬉しくて嬉しくて、地元で、はい。まあ、これが一応今正月なんですけど、はい、移植式とかもあるんですかね。はい、1月の後半に大和郡山市の市長室で上田市長から移植式というなんかこう渡していただいて、たすきみたいなのかけて、よくニュースの映像とかでもありますけど、そうですね、あそこに、あ、はい、可能性があるということですね。そうでございます。まあ、奈良テレビに映るかもしれませんので、奈良の方には見ていただけるかなと思いますけど。あ、なるほど、はい。で、まあ、15歳から住んでらしたらやっぱりそれいろんな思いであると思うんですけど、うん、そうやな、例えばなんか思い出の場所みたいなのあります？は、うちの実家がですね、外堀公園なんですね。だからこう皆さんに分かりやすく言うと、郡山城があって、うん、内堀があって、城下町があって、
外堀があって、うん、JR なんですね郡山の、はいはいはい、この外堀の本際にあるのがうちの実家なんですけど、うん、その外堀のところでよくやっぱり遊んだ記憶がありますね、うん、でもうどこにでも金魚がいるので上の方から逃げてきた金魚がおお金魚おるみたいな感じで、それはどこにでもっていうのはなんか側溝とかにおるってこと？そうなんです、上の方に金魚って実はあの田んぼみたいなところでわっしゃーって大量に飼ってるものなので、あよく大和路線乗ってたらその光景が見えますよね。そうでしょ、ピョン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 逃げてきた、あそういうこと俺最初何言ってんのかな思ったけど金魚がね、あそうか金魚逃げてくるね、逃げてくるんですよ、で溝にあおるみたいな感じで、あ噂には聞きましたけど、ほんまなんですか？ほんまにおります、ほんまにおります。ほんまに、あの、郡山だけの空気やと思いますけど、ピピピピピと逃げてきた。あと、僕、昔取材行ったかな、なんか大会みたいなやつやりますよね。大和郡山、はい、あの、金魚すくい選手権大会というのがございまして、もう20回ぐらいやってますよ。なんか毎年、タージンさんが司会してるのかな？そうです、そうです。もうタージンさん名司会、多分あんな地味な金魚すくってるだけに実況中継つけられるの、タージンさんだけやと思うんですけど。本当に ああいうのもやっぱみんなあれ出場目指してやってるんですかね。そうですね、あの小竹屋さんっていうあの常に金魚すくいができる場所があるんですけど、金魚すくいって夏祭りだけのイメージあるでしょ、あります、うん、でも小竹屋さんというところでは年中金魚すくいができて、そこにね金魚すくい道場っていうのがあるんですよ。道場、道場があるんですね。でそこの道場にみんな通って、はい、腕を磨いて、はい、選手権大会を目指すっていう流れになってますね。そういうのあるんや、うん、だからほんま救う人はめちゃめちゃ救いますからね。ピュ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 、はい、すごいな。あ、そういうのもあるんだ。なんかね、大和郡山ってそういうイメージもあるし、うん、まあまあもう月々いっぱいあると思うんですけどね、いろんなのがね。そうですね、もう魅力はたくさんありますし、まあ、うん、奈良全体で言うと奈良にうまいものなしって、まあ、志賀直哉さんが書いてしまったので、ありました、ね、そういうふうな定着がなされてるんですけども、はい、三つ星レストランとか星野レストランもあったりするし、うん、地産地消でね美味しいレストランとかお店屋さんとかたくさんありますので、はいはいはい、それもね紹介していけたらいいなって思ってます。例えばあ JR もあって近鉄もありましたっけ？郡山は住みやすいんですよ皆さん近鉄があってこう JR があって京都までもスッと行けるし大阪までもスッと出れるっていう、あそういう感じか。そうです、そうです、なんか近鉄の駅の周りなんか結構あの商店街とかあったっけ？はい、あの JR の方はそんなまだ言ってもあのちょこっとお店があるぐらいなんですけど、はい、近鉄の方はあの古くからある商店街がありますので柳町商店街とかたくさんあって、うん、まあ、でも新しくもなってるんですけど、うん、昔ながらのお店もたくさん残ってますの で、 あでこう駅を降りていただいてまあ、っすぐ行くと商店街なんですけど右の方に行くと怪しい飲み屋街がたくさんありますので楽しいですよ。なんかその怪しい、なんかなんだろうな不思議なあの雰囲気を醸し出したちょっと来てほしいんですけど、はい、飲み屋さんがいっぱいあったりとかね、昔遊郭だったあたりとか郡山にも遊郭があった時代がありまして、知らなかった。そうなんですよ、そのあたりとかもねいいとこ残ってます本当にたくさ ん、 うん、例えばね僕写真なんかやる人なんかもいいんじゃないですか、あ街並みとか撮るのにもね、はい、うん、ああのなんだろう、お堀も残ってますし、それからこう土蔵っていうの蔵の跡とかも結構残ってたりするので、蔵、うん、あお家レベルで蔵がいっぱい残ってたりする。お家レベルで、お家の蔵が、うちの実家もつい最近までおばあちゃん家の蔵が残ってたのでもう取り壊しちゃいましたけど、あそうなんだ、うん、そういう蔵を残してあるとこ、なんか蔵って質屋さんのイメージがありますけど、あいや普通に城下町なんで、あそう そう城下町なので、あのやっぱ お商売なさってる方はね、はい、いろんなその商品をしまってた蔵がまだ残ってるっていうところが多いですね。そうなんや、はい、あいろんなのあるんやな。そう意外とあるんですよ、それ紹介するだけでもこれは紹介しがいがあるぐらい、はい、いろいろ、はい、あの詰まってるわけですね、うん、大和郡山に。まあでも観光大使ではなくて、うん、元気城下町大使なのでなんかちょっと頑張ってる町というかとか、なんか住んでみたいなともいずれは思ってもらえるような発信ができたらすごく嬉しいです。あまあでも例えば大阪にも通いやすいでしょ。めちゃくちゃ通いやすいです私は通っておりましたから大阪まで。ああそうか、そうです、でまあ、いわゆるツーウェイですよね。そうです、そうです、あ学校は京都でしたから京都までも通ってましたから。ああそうかそうか、近鉄で京都に行ってましたんで。ああなるほどね、はい、あアクセスはな大阪にも京都にも、はい、天王寺まで 2,30 分で行けますよ、すぐや。ああ大和路線やったらねすぐ行けますよね、はい、大阪駅まではヒュッヒュッて行けますから。
あの快速、はい、そうですそうです、大和市快速です。乗り換えなしで行けるんですよね。乗り換えなしもございます。あ、そうですよね、はい、そう考えるとあのやっぱりそういろいろあるねんな、山のところには魅力、ね、だから意外とやっぱりね、奈良となるとみんな観光とかでいらっしゃったりとか、なんだかんだで遊びに来てくださると思うんですけど、うん、大和郡山ってね、やっぱり何かこう友達がいるとかないとなかなか来てくださらなかったり、金魚すくいがめっちゃ好きじゃないと来なかったり、お城が好きな方は来てくださると思うけど、それ以外の方にも来てほしいなと思って。ああ、なるほどね。あ、うん、そうか、確かに、まあ、大阪から例えば西名阪で、はい、ここで降り、あれ郡山インターやったっけ。そうですね、あれ降りたとして、まっすぐ北の方へ行くとして、はい、そこ大和郡山もまあ通るんでしょうけど、通ります。でもみんな奈良まで行っちゃうでしょ。あ、そこ奈良公園ってよく書いてあるもんね。そのまま行ってしまうけど、そこちょっと左へ曲がれば、はい、郡山に来てくださればっていう感じですね。あ、そうか、確かに、まあ、その城下町っていうのも一つの魅力でしょうからね。確かに城下町なんですよね。あの、めちゃめちゃ城下町なんですよね。あの今夜町とかはこう家と家の間にあの溝があるんですね、このぐらいの幅の、はいはい、でそこは昔ながらの藍染めをなさってた町なんです。だから今夜町って言うんですけど、でその藍で染めたものをこうやって洗ってた溝がそのまま残ってる。こうやってね、ジャブジャブね、うん、そうそれがね、まあ、本来だったら多分そんなとこ埋めてしまって、うん、広い車道にしたいと思うんですけどね、それをきちんと残して、ほんと細いのでこっち側とこっち側と車来たらもうチャリンコはこう横に避けなあかんぐらいな感じなんですけど。そうか、山のところにありますね、そういうところね。そうですよ、それもすごいちゃんと残してくださってるあたりが。でも危なくないように整備をしつつ、ちゃんとその短いお堀は残してくれて、なんか綺麗にしてありますよね。すごい綺麗にしてくれてます。なんか撮り方によっちゃなんかね、時代劇みたいな風景、映画のロケとかできると思いますので。あ、そうですよね、はい、いい雰囲気なのでね。はあ、うん、そうか、そういう見方もあるんですね。そうですね、全てにおいて私にとってはいい塩梅の街ですね大和郡山は。新しいものと古いものが。あ、はい、そっか。じゃあ、 あの最後にね、はい、じゃあ このカメラに向かって、はい、あの思いっきりまた言ってください。ありがとうございます、はい、改めて本当にずっとなりたかった私の大事な大事なふるさとの奈良県大和郡山市の、元気城下町大使、ふるさと大使になることができました。まあ、あの何がどう変わるってわけではないんですけども、これからは胸を張って大和郡山のいいところをアピールしていきたいなと思ってます。とってもあの静かで、ほんとプラプラ歩くにはいい街なの で近鉄で来ていただいても JR で来ていただいても、その間に城下町がありますから、こうふわーっと一周していただいて、美味しいもの食べたり観光していただいたり、古いものに触れていただいたりできる街になってますので、ぜひ一度遊びに来てください。私はまあ住んでるのは今吹田なんですけど、しょっちゅう帰ってますので道でバッテリーあったらあの観光案内しますので、皆様のお越しをお待ちしております。皆さん今聞きましたか、はい、ちゃんと観光案内してくださるそうですよしますよ、しますよ、ちゃんと言っちゃいましたね。免許はないから車では無理ですけども。あ、そう、歩いて、免許はないのであれなんですけど。あ、でも逆に歩いて楽しめるところですからね。そうなんです、そうなんです。車でピャーって行っちゃいますからね。道細いとこまだまだ多いのでね、車で来るよりは公共交通機関で来た方がいいかもしれません。じゃあその主にはやっぱ近鉄 JR になるでしょうね、はい、そうですね。ちょっとあの近鉄と JR の間ぐらいにそういう街があるわけでしょうから。そうです、もうスポット城下町なので、だから交互に行っても面白いかもしれないですね。そうなんです、そうなんです。ぐるーっと回っていただいて。あ、そうですよね、はい、そうですか。じゃあ、 あのこれからも大和郡山ちょっと注目ですね。はい、はい、ありがとうございます。どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。どうも失礼します。良き1年を